今日はですね、宮崎一定の論語の新しい読み方から、教頭編、論語の教頭編の一番最後の章句について、紹介したいと思います。論語の教頭編一番最後の章句、こうありますね。色のままにここに上がり、かけって後に集まる、いわく三両の七、時なるかな、時なるかな、白これに向かう、みたび泣いて立つ。こうあるんですけれども、この意味はですね、この宇野先生の論語心釈によるとですね、鳥が人の顔色の良くないのを見て飛び去り、色のままにここに上がり、をこう解釈してますね。かけって後に集まる、かけり回ってつまびらかに見て後に下って止まったと、いわく孔子が語って言うには、三両の七、時なるかな、時なるかな、メスの雉は、かけるも集まるもその時を心得ていると言われたと。白これに向かう。白は孔子の意を知らないで、みたび泣いて立つ。鳥の方に向かってこれを捕らえようとした。鳥はみたび泣いて飛び立ったっていう、こうあるんですけれども、この通釈ですね、意味がちょっとよくわからないですよね。この通釈を読んで、なんとなく意味が分かったつもりになって、そして、この通釈を、時が経って忘れてですね、そしてこの本文のを読んでみると、また意味が全く分からなくなってくるっていう、そういうようなことなんで、一体これは何なのかっていう、そういうことなんですけれども、これについてですね、宮崎一定が自らの解釈を提示していますね。これがですね、非常に面白い解釈だったので紹介したいなと思います。まずですね、色のままにここに上がり、かけって後に集まるっていう、ここの部分なんですけれども、これがですね、失われた品のではないかっていう、そういうことを言ってますね。中国古代において、青天と言われる、四書五経っていう、そういうものがあってですね、五経の一つの中に詩というものがあるんですけれども、この詩はですね、孔子が編纂したというふうにされるんですけれども、現代的に考えればですね、どうもそうではないようだっていう、そんなことで、その詩形がですね、詩経が編纂されたのが戦国時代なのではないかっていうふうに言われているんで、孔子の時代ですね、孔子は春秋時代の人なんで、戦国時代よりも一時代前の人なんで、この論語の中には失われた詩というものが、かつてはですね、詩経の中に存在していたんだけれども、それが編纂されることによって、戦国時代に編纂されることによって失われてしまったっていう、そのような詩が存在していてですね、この失われた詩というのが論語の中にいくつか、組み込まれているっていう、そういうふうなことを宮崎一定は主張していて、すなわちこの最初の部分ですね、色のままにここに上がり、かけって後に集まるって、ここの部分は失われた詩なのではないかっていう、そういうことを言うんですよね。実はこういうことは言いにくくて、なぜかというとですね、この四書五経の中の五経の中の一つである詩がですね、孔子が編纂したというふうにされているんで、孔子が編纂したものがですね、詩形にもかかわらず、詩形の中に失われた詩というものが存在していて、その失われたものが論語の中に収録されているのはおかしいのではないかっていう、そのようなある種本末転倒な議論があったりして、このような議論が力を持っているがゆえにですね、力を持っていたがゆえに、なかなか論語の中に失われた詩というものが組み込まれているっていうことは言いにくかったりしていたんですけれども、これをですね、宮崎一定は、しょうがない、そういうふうな事実なんだからしょうがないっていう、そういうふうな態度で、この色のままにここに上がり、かけって後に集まるっていうのは、失われた詩なのではないかっていうふうに言ってますね。すなわち、鳥がですね、ある種興奮して、飛び立って、そして、ぐるぐる回った後に、そしてまた、木か何かにですね、
着陸するみたいな、そういうふうな詩がかつてあったと。そして曰く、孔子が言うには、三両の七記事がですね、時なるかな、時なるかな、時をわきまえていなければならないよ、時をわきまえていなければならないよと孔子は言って、白これに向かう、白これに向かうというのは、白は記事料理を孔子に出したっていう、そういう意味で、そして三度泣いて立つ。孔子は3回この記事料理をの匂いを嗅いで食べずに立ち去った。なぜ立ち去ったのかっていうと、このように時なるかな、時なるかな、時が大事であるっていう、そういうようなことを教えた、その教材ですよね、記事が。記事はなぜここに料理として並んでいるのかっていうと、時をわきまえなかったから、ここに料理として並んでいるわけで、そしてこのような教材に使った記事料理を実際に食べるっていう、そういうようなことの気にならない、そういうような気にならないで、三度泣いて立つ、三度その匂いを嗅いで食べずに立ち去ったっていう、そういうふうに宮崎千定は解釈していますね。これですね、この解釈に基づいてこの証句を考えると、やけにですね、この証句の言葉が節約されているなっていう、そういうふうなことになりますよね。まあ、頭から読んで、頭から理解するのではなくて、頭から読んで終わりから理解していくっていう、そういうふうな形になっていて、三度泣いて立つ、すなわち孔子が3回匂いを嗅いで、生地料理の匂いを嗅いで食べずに立ち去って、そしてそれは、なぜかというと、三両の七時なるかな、時なるかな、時が大事であるんだよ、時が大事なんだよっていう、そういうようなことで、大事ではないから、記事はここに食べ物として料理として存在しているっていう、そしてその、まあ、前段階にですね、色のままにここに上がり、かけって後に集まるっていう、かつての失われた詩を紹介しているっていう、そういうようなことで、極めてですね、言葉が節約されているんですよね。そして節約された結果ですね、孔子の時代から2500年経った今、何が書いてあるのかよくわからなくなっているっていう、そういうことで、この漢文におけるですね、言葉の節約っていうのはちょっとすごいものがあったりするんですよね。現代においては、簡単な言葉でも多くの言葉を、簡単な意味でもですね、多くの言葉を費やして説明するみたいな、そういうふうなこと多いんですけれども、さらに言えば意味のないことを多くの言葉を費やして解説するみたいな、この人いっぱい喋ったけど一体何言ってたのみたいな、そういうこと多かったりするんですけれども、かつての漢文っていうのは、まあ、長い時に淘汰されたというのもあるんでしょうけれども、言葉がですね、非常に節約されて、そして現代に残っているっていう、そういうことで、かつてのですね、明治の人たちっていうのは、外国の文献を読んだとき、ヨーロッパの文献を読んだときですね、やけに同じことをくどくど言うんだなっていうふうに思ったっていう、そういうふうな逸話があったりして、漢文を読み慣れた人はですね、あまりくどくど言われる、ヨーロッパの言語のようにあまり明確にですね、くどくど言うのはですね、ちょっとこれはどうなのかっていう、ちょっと違和感を覚えたっていう、そういうようなことあったりしたんですけれども、現代の私たちはですね、そういうことを忘れて、何もかもですね、言葉で説明すればいいのではないかみたいな、一で説明できなければ、さらに言葉をどんどん足して、意味のない言葉でもどんどん足していけばいいっていう、饒舌が力なりみたいな、そういうことになっているんですけれども、かつては違っていたりしたんですよね。例えばですね、昔の戦国策だったと思うんですけれども、戦国策の中に暗殺者の経過っていう、テロリスト経過っていう、そういうような人がいてですね、
その経過が秦の始皇帝を暗殺しに行こうっていう、そういうようなことをするんですけれども、最後ですね、秦の始皇帝の前に、進み出ることに成功してですね、懐に隠した、正確に言うとこう何か紙を巻いた巻物の中に刃物を隠して、そしてそれで秦の始皇帝を襲うっていう、そういうところまで行ったんですけれども、秦の始皇帝の皇帝においては周りの人はですね、寸鉄身につけてはいけないんですよね。武器を身につけていいのは秦の始皇帝のみっていう、そういうようなことなんで、経過が刃物を持って秦の始皇帝を追い回すんですけれども、周りの人たちは武器を持っていないんで、それをただ見ていたっていう、そういうようなことで、秦の始皇帝だけが武器を持っているので、秦の始皇帝はその武器で剣を持っていたんですけれども、その剣で何とかするだろうっていう、そういうことだったんですけれども、ところがですね、その秦の始皇帝が持っていた剣っていうのが長すぎて剣が抜けなかったんですよね。それで周りの人がですね、ただ一言発した言葉がですね、王剣を背負えっていう、すなわちこういうふうに普通に抜いたのでは抜けないので、背負いながら剣を抜けば、腰に縛られた剣をですね、背負いながら抜けば抜けるだろうっていう、そういうふうなアドバイスをして、秦の始皇帝は剣を抜いて経過を倒すっていう、そういうふうな戦国策に、そういうふうな話があるんですけれども、これですね、素晴らしいのは、ただですね、側近が発した言葉が王剣を背負えっていう、この言葉だけだったっていう、そういうふうな話で、話としてはですね、経過が燕の国を出て、そして秦の始皇帝のところにまでたどり着いて、最後秦の始皇帝に切られて殺されてしまうっていう、そういうふうな話、結構長い話だったりするんですけれども、これがですね、戦国策においてはすごく短く圧縮されているっていう、言葉を節約されているっていう、そういうようなことで、すなわち、この、論語のですね、色のままにここに上がり、かけっての地に集まる、いわく三両の七、時なるかな、時なるかな、城これに向かう、三度泣いて立つっていうのは、極めて語句が節約されているっていう、そういうふうなことで、節約されていることによって、そういうふうに考えるとですね、節約されていることによって文章が圧縮されて、ある種の美しさみたいなものが醸し出されているのではないかなっていうふうに、宮崎一定の解釈を考えながら読むと、そのように意味が分かった上に美しさも醸し出されるっていう、そういうようなことになると思いますね。今日はですね、論語の新しい読み方から、この時なるかな、時なるかなっていう、教頭編の最後の章句、これを紹介させていただきました。今日の動画は以上になります。